皆さんこんにちは、今日はなんかファミレス的な感じのところに来ています。今ビール頼んだんですけど、サイズ感わかるかな。 500ml 入って200円ぐらいです。乾杯。最高です。ここはですね、めちゃファミレスっぽい感じのメニューなんですよ。なんかこんな感じでたくさんメニューが、これヒンカリと伝統、ジョージアの伝統料理のヒンカリと、こちらがハチャプリです。ハチャプリはね、こういうタイプもあるんです。お肉もすごく美味しいんですよ。ジョージアは豚肉、なんか豚肉がめちゃくちゃ美味しいんですね。あとこのジャガイモ揚げたやつ、ポテトもうすごくすごく美味しいんですよ。お魚はまだ食べたことないですね。あと野菜はねめちゃくちゃ美味しくて、ジョージアはあのオーガニック国なので無農薬で野菜が、あ、私の好きなチーズがちょっとこれ狙っちゃうかな。あとこのスープがなんかマッシュルームスープが美味しいってなんかジョージアに住んでる人に聞きました。でこっちがドリンクメニューなんですけど、さっき頼んだのがこのタグラパーみたいなやつですね。これがね 0.5 リットルで 4.8 ラリ、だいたいこれ日本円で200円ぐらいなんですね。サラダいただきます。いただきます。マッシュルームの炒め物、めちゃくちゃ美味しそう。それではいただきます。うまい、めちゃくちゃ美味しい。なんかニンニクとオリーブオイルが効いててめちゃくちゃ美味しいです。めっちゃビールに合う、最高。ジョージア料理の今のところ全く外れないですね。めちゃくちゃ全部美味しい。めっちゃビールに合う、最高。ジョージアではすごくなんか美味しいらしい豚肉を今からいただきます。うん、めっちゃ美味しい。柔らかいし、お肉にしっかり味がついててめちゃくちゃ美味しいです。最高。ハチャプリ来たんですけど、めちゃくちゃでかいです。サイズ分かんないかな。めちゃくちゃでかいんですけど、めっちゃでかいですね。なんかもう分かるかな、めっちゃでかい。はい、パンを、周りのパンをちぎって中にリップして食べるんですけど、こんな感じでディップします。とろとろ卵にとろとろチーズ、最高。はい、ジョージアの美術館にあるお土産屋さんに来ました。今日ファンの皆さんにメガネ拭きのお土産を買っていきたいと思います。こういうデザインと、ジョージア語とヒンカリっていう食べ物のジョージア名物のデザインがありますけど、デザインがあるんですけど、この飛び石って書いてあるやつにしたいと思います。待っててね。はい、買えました。お楽しみに。ヒンカリのお店です。綺麗。
フリーマーケットみたいな、たくさんお洋服とかあります。結構長いですね。途中から動画回してるんですけど結構距離あります。昨日ね、温泉に行こうとしたんですけど、リシカっていうリシレイクみたいな、リシっていう湖の温泉がすごい好評らしくて、行こうとしたらなんと男性は23時までなんですけど、女性は14時までだったんですよね。だからまた今度リベンジしたいと思います。出口が見えてきました。今日も最後まで見てくれてありがとう。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。おつりよなー。